青ギスは、キス族に属する、沿岸性の海水魚である。ヤギス、また川を遡るため川ギスとも呼ばれる。他のキスに似るが、第一背びれが12から13トゲ状であることで、区別できる。主に東アジアに分布し、浅瀬に生息する。餌は、推定の甲殻類など。繁殖は6から7月で、卵や妖精の形態から、 白ギスモとギスと区別することが可能である。生息地の消失や水質汚染により絶滅に瀕しているが、IUCN には記録されていない。イラスト他のキスと非常によく似ており、体型はわずかに縦平たして細長い。第一背びれは12から13トゲ状であるが、他のキスは11トゲ状であるためこの点で区別できる。第二背びれは1トゲ20から22難状。 尻レワは二トゲ二22から24難情。側線ウロコ数は79から84。脊椎骨数は39から40。最大で30センチメートルの個体が知られる。キス類は、表の形態により種を特定することができる。本種の表は、全部から2本の分岐する管が伸び、側面からは復空に沿って後方に、複雑に分岐した、毛管が伸びている。 後部は2本に分かれ、先細りになって終わる。仮面からは、総排節口に管が繋がっている。このような配置は元ギスと似ているが、側面の毛管の分岐は本種の方がより複雑である。背面は薄茶から暗カ主色、覆面はより薄い色で、体側には淡い1本の島がある。背びれの木膜には5から6列の黒い斑点がある。他のヒレは、 半透明である。1861年、テオドールギルによって、シノプシス・オブ・ザ・シルジェノワズの中で記載された。タイプ標本は、神奈川県産。1913年にピーター・ファーススケルにより、元ギス、シラゴ・シハマとご同定されたことがある。英メスモール、スケールホワイティングは、他のキスに比べ鱗が細かいことによる。分布域は、 北西太平洋に限られており、南日本、台湾。かつては、東京湾以南の全国に分布したが、生息条件の、奇水、かつ干潟や浅瀬のある湾内が高度成長期に、工場的地として次々と埋め立てられるにつれ各地から、姿を消した。現在、国内では、瀬戸内海生丹の数王などのうちの大分県、山口県沿岸、また、鹿児島県の一部にのみ、 わずかに生息する。韓国、インドでも確認されているが、それぞれ一匹の捕獲例があるだけである。内湾性、旋回性が強く、干潟の発達した河口の寄水域に生息する。水深30メートル以下、特に大きな川の三角港に発達した干潟でよく見られる。寒気は深みにいて、暖かくなると、ごく水深の浅い沿岸部に移動してくる。陽性 稚魚は、日型の最も浅い場所に集中する。他のキスのように、底性捕食者で、甲殻類、貝類、多毛類などを捕食する。無前回での調査からは、繁殖期は5から7月であり、飼育下でも6から7月をピークに5から9月の間、繁殖することが示された。飼育下では産卵は、夜の20時30分 -22-002。22 行われることも分かった。卵は浮遊性で、無色半透明、直径は平均 0.71mm で休憩である。妹松井により個体発生が調査されており、白ギスの妖精に比べ近接の数が多い、背面に黒色素胞がある、小柄に黒い帯がない、などの相違点があることが確認された。観察に基づく成長モデルからは、メスは最初オスより、 小さいが成長率が大きく2年でオスを追い越すことが示された。1997年の研究では野生下でオスは最大全長 288mm、メスは 332mm に達することが分かった。かつては釣りの対象として人気があった。中川や江戸川の河口の浅瀬の海中にキャタツを立てて青ギスを釣るキャタツ釣りは 東京湾の初夏の風物詩であったが、昭和30年代に東京湾の干潟が埋め立てられ、青ギスも1976年の捕獲例を最後に姿を消した。他のアジア産キスのように河口や浜での地引き網で取れるが、元ギスと混同されている場合が多く漁業、統計情報がほとんどない。1984年の佐野光彦、も月健次賢治による研究では、 生息地破壊、水質汚染により危機に瀕しているとされ、他の論文でも引用されているが、IUCN は対策をとっていない。1996年に韓国から発見されたことからは、本種の分布は現在考えられているより広く、絶滅の危険はより少ないということが言えるかもしれない。漁業的な養殖は行われていない。海洋生物環境研究所は、 青ギスの研究を行い、繁殖や類外飼育に成功している。近年、繁殖させた青ギスを東京湾に再放流する計画もあったが、かつて東京湾に生息していた青ギスとの遺伝的、同一性が確認できず、中止となっている。味は白ギスより劣るとされる。ありがとうございます。